こんばんは、仰天ゆりなです。イエーイこんばんは、仰天ゆりなです。はい、というわけでですね、昨日の5周年の配信、無事にねスタジオから配信することが、はい、できました。よかったですね、スタジオ配信ができて、まあ、そのおかげで私もあのケーキをいただけましたんで、すごい美味しかったです。めちゃくちゃ可愛らしいケーキで全部食べたんですけど、超美味しかったです。そう、5周年になるとケーキいただけるんだと思って、超美味しかったです。昨日と今日妹と2人で全部食べたんですけど、そう、賞味期限がね、あの消費期限かケーキって昨日までだったんで、今日の昼までね全部食べたんですけど、うん、うまかったですね。チョコレート、なんかチョコレートなんだけど、普通さケーキのスポンジと生クリームとじゃん、真ん中の方になんかちょっと塩生キャラメルみたいなのが入ってて、なんかそれがめっちゃいい感じだった。結構クリームとかが甘いじゃないですか、チョコレートなんで。だけど中にその塩キャラメルっぽいのが入ってたことによって、ちょっとしょっぱい感じだったから、すごい美味しかったです。なんかバランスめっちゃ良かった、あのケーキめちゃくちゃ美味しかったです。なんか可愛い、周りが木みたいになってて、すごいね、美味しそう、美味しそうじゃなかった、美味しかったですそうそうそう、めちゃくちゃ美味しかった。そのもらって帰って食べましたね、やっぱ美味しいですね。そう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 、まあ昨日は何やったっけな、そう、冒頭、あ、このアバター配布ね1週間限定で配布してるんで、まあもうこれ見てる人は多分もう入ってる時点でもらえるから多分もらってると思うんですけど、そう、ぜひねもらってください。でアバター配布と、まあ負けた最悪、アバター配布と、何だっけな、何やったっけな、全然思い出せん。仰天クイズやったんですよ。そう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 、仰天クイズをやりましたね。久しぶりにやりました。お題でなんか、なんだろう、2問しかできなかった、ちょっと尺のね関係上2問しかできなかったんですけど、あのなんか今までの仰天クイズって、まあ、本当にクイズだったりとか、あとああいう形式だと今まで例えばじゃあ周年本とか参考にとか結構あったと思うんですけど、やっぱねずっと最近してなかったんでね、皆さん割と普段の私がでも言ってることが結構ヒントになるお題だったと思うので、まあ分かる人には割と分かるし、結構ね確率的にも当たってる人は割と当たってるなって感じだったんで、こう分かる、そのタイミング的に見てる人がいたら結構分かるし、あーちょっと空いてない人からするとまあ当てずっぽ三択みたいな感じで、すごくまあまあまあいい塩梅なクイズだったんじゃないかなと個人的に思っています。はい、まああの他にもあとね数問ね実はあって、それはまた今度やろうかなっていう風にあります。そう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 、ゆりなちゃんありがとう、隣にいてくれて面白い、本当に楽しい、ラブバイ、桃色の方より、桃、あ、大西が今日ハッピーバースデーだからね、25歳
おめでとう。もうね、昨日ね、あのお誕生日だった2人、ズッキーと大西にはあのツイッターのね、あのおめでとうおなりましたコメントに返信はしたんですけど、まあ皆さんもしたかしらね、どうでしょうわかんないけど、まあしたかな、みんなだったらファンの人だし、早そう、そういうの。なんか最近本当に、なんか私その書いたけど、まあ、ちょっと話は一瞬ずれるけど、なんか本当にね、最近ね、テレビとかで、まあ大西よく見るんですけど、たまんとかね、なんかイケメン化はすごくもう進行的に、あのビジュアル的にもね、すごくイケメン止まらないし、なんか美人度もなんかもうここ2年ぐらいでなんかすごく増してて、なんかすごい綺麗なお姉さん、それこそ昨日の私の5周年の配信の後にショールーム選抜、あの私は残念ながらね、ランク外っていうかもはや何位か分かんない外だったんですけど、あのやつの MV ショートバージョンみたいな公開されてた試合見たんですよ。めっちゃ大西やばかった。めちゃくちゃ綺麗っていうか、なんかもう美人、めっちゃ美人だし、なんか服装もすごい大西に合ってたし、でね、もう美女爆発してて、昨日それをこう妹と見てたんですよ。そし妹もそう、ももちゃんえー、やばいって言っとったんですよ。そうだから、なんか本当にその美女爆発度が本当、なんか多分いろいろ葛藤もあり、いろいろ経験もあり、それを育てているのかわからないですけど、結構やっぱりね、選抜入る方って割とね、やっぱいろいろまあプレッシャーいろいろあると思うんですけど、結構皆さん自信もつくのかなって思うぐらい、結構顔がね、その結構変わる人って多いんです。多分ファンの人だからわかると思うんですけど、なんだろう、自信につながるってこういうことなのかなって、結構こう表にそれが、なんだろう、性格だったり顔だったりとか結構 出ると思うんですけど、まあその分ね、自圧もすごいと思うんですけど、なんかもう最近その選抜さんに入ってからというか、なんかもう止まらぬもう素晴らしさが、そうすごいなってめちゃくちゃね思ってね、もうこの間ショールーム選抜の PV がマジで良かった。え、なんかめっちゃちょっと K-POP っぽい、ひーちゃんセンターだから K-POP っぽい感じで、衣装がキャンキャンさんだっけな、監修してるらしくて、なんかみんな色別みたいになってて、めっちゃポッピーで超可愛かった。でなんか曲もすごい可愛くて、なんかちょっとアイドルっぽい、そうなんかそういう曲でめちゃくちゃいい。いやー、あれはね、入れてたらね、いやだいぶ良かったんじゃないかなって思うような、めちゃくちゃいい PV だった。曲も良かったし、いやーね、そうですねまあそんな感じで話はそれたんですけど、そうそう、で昨日はそう教えて仰天、じゃ仰天クイズやって、で何やったっけ、あ、カラオケをしたんですよマジで忘れてた。そう、カラオケをしたんですけど、まあ、今回、前回ね、何歌ったんだっけな、忘れちゃったけど、なんかあれ、前回はワンコーラスだったんかな、フルで歌ったっけな、1曲ぐらいフルで歌った気がするけど、でも今日ワンコーラスだったような気もするけど、どうだったかな、忘れてた。で今回はね、3曲歌ったんですけど、一応フルでね、頑張ってね歌ったんですけど、そうそうそう、まあ、もうね9月の末なので、あの夏が終わるということで、ラスト夏曲、やっぱね今年のイベント割とやっぱ夏曲披露すること多かったんですけども、夏も終わるからね、夏曲も歌わなくなるかなと思って、あの夏曲といえば私の中で割とやっぱポニッシュが結構ねいいなと思いましたし、ちょうどねその日も髪型ポニーテールしてたので、あ、じゃあのなんかぴったりだったなって思いました。まああの歌う曲はね事前に言ってたんであれなんですけど、そうそう、だからねちょうどいい感じにねポニッシュにしたのと、でもう一つが
キャンディー、キャンディーはね、なんかね、結構コメント欄の時とかでも歌ってくださいみたいなすごく多かったんですよ。それも雫公演の16人バージョン、もう何年前って感じなんだけど、もう2年前とかもっと前かなに16人公演で私キャンディーやってたんですよ。でもうやっぱりコロナがあって人数が8人になって、まあ今はフルーツノーとジュンクルになって、結構ねでもコメント欄でね、やっぱりねキャンディー歌ってほしいみたいなのがこうよくその歌を議題になった時に絶対出てきてたんですよ。だからそれで、あ、じゃあちょっと久しぶりにキャンディー、そう、歌おうかなと思ってキャンディーを選んだんですけど、そうで、もう一個が逆転王子様。逆転王子様はね、あれです、エイトの日で実はユニットでねやったんですよ。そうね、やったので、それでね一番記憶に新しいものだったので、そうでもね、フルはね知らなくて初めて聞きましたね。ワンハーフ、ワンコーラスしか、ワンハーフしか知らなかったんで、フルはね初めて聞いて、そう逆転王子様、まあ可愛らしい歌じゃないですか。なんで結構やっぱかっこいいっていうか、割と可愛らしい曲をね今回も選曲してみました。夏と、まあ、ユニット2曲可愛らしい感じの曲をセレクトしたって感じですかね、曲に関しては。で割とフル尺で、そう出してもらって、ちょっとねそのねフル尺にしたから、ちょっと仰天クイズが2問しかできないっていう、ちょっとこう尺の関係でね、そうワンコーラスだったらもうちょっとできたんですけど、でも多分みんな仰天クイズなんかより多分きっと歌を長く歌ってほしいっていう方がきっと強いと思うんですよ。まあなんかカラオケしてくださいっていうのがすごいあったので、何してほしいですかって言った時に、まあなのでそうですね、なんでやったんですけど、でもなんかいやすごいエコーがかかってなさすぎて、めっちゃ、ま、なんかなんて言うんですか、なんて言うんでしょう、そうエコーが一切なかったから、なんかもうガチの生歌みたいな、もう本当に私が普段ショールームで歌ってる歌みたいな感じで、ちょっとなんだろう、ちょっと雰囲気が雰囲気がちょっと足りなかったのがすごく残念だったんですけど、ガチで結構生歌だったし、あとマイクがねあんまり入ってなくて、なんかすごい頑張って歌った感がすごい強くて、そうなんか歌ってる自分もマイクが全然入ってなかったから、自分の声が聞こえないんですよ歌っててね。だから自分が合ってんのか合ってないのかも分かんなくて、うんみたいな多分ところどころさ聞こえてないから、うんみたいな顔してたと思うんですけど、そうなんかもう本当にこれになんて言うんだろう、これに BGM かけてもうこのまま歌ってるみたいな感じだった。本当になんかカラオケっていうかアカペラに近かった感じ、アカペラの音楽だけかけてる感じ、すごいちょっとねめちゃくちゃ不安でしたね個人的にはね、うん、マイクの自分の声が聞こえないとさちょっと分かんないじゃん、そのずれてんのか合ってんのかも分かんないから、リズムとね。そう頑張って歌いましたわ、とりあえず大きい声で途中でねちょっと上げてくれたんですよマイクの声を、最初全く入ってなくてうんって思ってたんですけど、途中でねちょっとだけ上がったんですけど、そうでもエコーもぜひなんか上げてほしかったな。なんかリハかなんかの時にかけてくれた時はエコーもかかってたし結構マイクも入ってたんですけど、本番になったらすごい生感があってちょっと恥ずかしかったですね。やっぱ何事にもやっぱ雰囲気が大切なもんでそう、でもその3曲とあとなんだろう、あれで自信になったでしょだってなわけね、リセットされちゃったのかもしれないです。そうやっぱやっぱエコーはかけるタイプっしょみんな、てかどこに行ってもエコーは絶対かかってるからね。私もカラオケはエコーかける派ですよ、かける派、かけないとね直結して聞こえちゃうじゃんそうそうそう、
まあでもかけすぎるとなんかモワモワモワってなるけど、だから初めてかもしんない、あんなカラオケで全くエコー聞いてないので歌ったのなんかよくさカラオケルームってあるじゃん事務所のとこでも、でもなんかやっぱあんまりかけすぎるとさこうモワ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 ってなってさ何言ってんのか分かんなくなっちゃうから、そこまではかけないけど、でもやっぱある程度やっぱかけるじゃないですか、生歌感強くなっちゃうからストレートに聞こえるじゃん、そう、そう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 、だからちょっとかけるけど、この間みたいにほ多分あれゼロだと思うんだよね、エコゼロで歌ったのは初めてだったびっくりマジで、そうゼロで歌ったことは本当に、でもここで歌う時ぐらい、でもここはまあアカペラだからあれだけどね、うん、そうそうそう、初めての経験だったわうん、ブルースのガチ感よかった、そらそうよ、だってマイク全然入ってないんだもんもうめっちゃ頑張って歌ったよ、そう、まあ、みんなにどれぐらい聞こえてたか分かんない、だってマイクが入ってないんだし、ここのマイクもあの配信時はねここでピンマイクつけてた、これで声拾ってたけどこれも置いてたから、でこのマイクも全然入ってなかったからさ全然声が聞こえなくて、最初さ聞こえないの自分の声が、うんみたいなってなったから、もう途中からすごく一生懸命歌った、もう劇場でもあんなに頑張って歌ったことないかも、マイクの音量の問題的にね、頑張ってめっちゃ歌ったわ、あでも劇場はあれぐらい歌ってるかな、まあでもなんか普通にカラオケ行ってもあそこまでの声量で歌うことはなんもないかなそう劇場、そうね劇場公演のもうほんとサビぐらいの声量でめちゃくちゃ頑張って歌ったわ、そうもうね声が聞こえないからさリズムが取れないの、自分の声聞こえない、自分の声聞こえずに歌えないじゃん普通に考えて、それでさ最初聞こえなくてんと思って、でもめっちゃ必死に頑張ったわ、そしたらなんかもう若干ちょっとやばかったけど音程もうええわと思って、そう、なかなかだったわ本当。疲れた疲れたよそら、だって無駄に緊張するじゃん、ああいうなんかさわかる、うちらが普通普段歌うとこって劇場とかイベントとかなのね、だけどさああいうとこであんま歌わないじゃん、もう年一じゃん歌ったとしても、だからねちょっと緊張したわ、全然普段のコンサートとか劇場より緊張した、だってスタッフさんに3人が目の前にいてさこうやって歌ってんのよマジで緊張したわ、なんか違う疲労感で疲れた歌い終わった後慣れないとこで歌ったもんでああってなった、しかもなんかすごいなんか大丈夫かこれみたいな感じだったからさ自分でも、そうそうそう、なんか BGM のさ音もさあんま聞こえなかったの、でもうちが緊張してたっていうのもあるんかもしれんけど、でもまあ配信にどれだけ載ってたかっていうのがちょっと分かんないからさあれなんですけど、そうバックのミュージックもあんま聞こえないし自分の声もあんま聞こえないしさ、これはちゃんと歌えてんのかってちょっと思ったけど、でもなんかちゃんと歌えてるっぽかったんで、ファンの人のコメントとか見る感じだから、ああじゃあちゃんと配信には載ってたのかと思ってちょっと安心しましたね、そう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 、自分がね全く聞こえなく、そう歌いづらかったからめちゃくちゃこれはいけてんのかいけてないのかと思って余計に疲れちゃったそう、よかったですか？ありがとうございます。まあそんな感じで、よしもうね30分ぐらい経ったからそろそろじゃあ次。
というわけで昨日のですね配信の5周年の時にタワーを建ててくださった方とかクマとか投げてくと、ああ飛べてたを読んでいきたいと思います。気にしすぎだよ、だって。いや気にするでしょうが。よし、じゃあいきます。和幸さん、タワー3クマ 10×2 頑張った10ありがとうございます。タカさん、タワー1ありがとうございます。ハルタロウさん、タワー2めっちゃかわいい10ありがとうございます。マーニャンさん、タワー2ありがとうございます。ロバさん、タワー1ありがとうございます。イミゴンさん、タワー1ありがとうございます。ナッティさん、タワー2めっちゃかわいい10ありがとうございます。ユッケさん、タワー5クマ10ありがとうございます。地道な走り屋さん、タワー5ありがとうございます。近いしーさん、タワー1クマかけ102クマ20ありがとうございます。ニケオさん、タワー2ありがとうございます。ワイマツさん、タワー2ありがとうございます。クマ、あ間違えた、ワイマツさんがタワー2とクマ20ありがとう、あと頑張ったいい頑張った10ありがとうございます。清水拓也さん、タワー1ありがとうございます。マックセイトさん、タワー1クマ10ありがとうございます。新藤さん、タワー4ありがとうございます。横吉さん、タワー1ありがとうございます。ヤングさん、タワー1クマ30ありがとうございます。カズヤさん、タワー1ありがとうございます。沢正さん、タワー1ありがとうございます。というわけで、今読ませていただいた方が、昨日ここに並んでたタワーをくださった、あとめっちゃ可愛いとかねくださった方ありがとうございました。その他にもねたくさんのギフトあると思うんですけども、その他の、ギフトを投げてくださった皆さん本当にありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。はい、そしてですね続きまして、続きましてがですね、ですね訪問回数、累計の横に書いてるやつかな、訪問回数って書いてあるじゃないですか。まあでもその累計のやつが30位まで見れるやつの中の訪問回数で、もっとたくさんもしかしたら見てくださってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、その累計ランキング30位の中の5位ですね。ちょっともう累計ランキング30位までしかないので、しかもそれしか頼りにするものがないんで、まあ、もし違う方としてもそれを元にっていうことなんでね、ちょっと申し訳ないですけど、その上位5名を呼びたいと思います。5位がアキラさんの2171回、ありがとうございます。4位がマックスエイトさんの2189回、ありがとうございます。で3位が食べ過ぎのみすぎさんの2220回、ありがとうございます。で2位が秋彦さんの2244回で、そして第1位がナッティさんの2363回というわけで、ありがとうございます。その他にもね、まあ最近見出したようはそれには届かないけど、まあ見れる時見てますっていう方々本当にありがとうございます。はい、っていう感じで続きまして、
こちらの累計ランキングの15位様から、あ、15位様じゃないわ。じゃあもう30位全員読もう。30位皆さん読んでいきたいと思います。30位7番目のおっさんさん、29位きみなみさん、28位やまびこ8号さん、27位食べ過ぎ飲み過ぎさん、26位くましろさん、25位ときたぴさん、24位あめさん、23位ふうさん、22位あきひこさん、21位からつさん、20位かずさん、19位メトロポリスさん、18位よっぴーさん、17位おかやんさん、16位よこよしさん、15位ひでつーさん、14位きりやさん、13位しんどさん、12位マックスエイトさん、11位ワイマツさん、10位あきらさん、9位マーニャンさん、8位ヤングさん、7位ユミゴンさん、6位ナッティさん、5位ロバさん、4位チカンシーさん、3位ハル太郎さん、2位地道な走り屋さん、そして1位がタカさんです。というわけでですね、はい、というわけで昨日立ててくださったタワーがとかの皆さんを読ませていただきました。あと訪問回数が多分累計から読み取った訪問回数上位5位の方読ませていただきました。そして累計30位までの方を読ませていただきました。ありがとうございます。というわけでですね、あ、そう、昨日のね配信で上位5位の方にはねプレゼントという風にプレゼントを1週間以内ぐらいにショールームさんから一報があるらしいんですけども、本当はですねもうちょっとたくさんの方に実はプレゼントをご用意させていただいてたんですけども、まあちょっと前日の方にこういろいろありまして、上位5名の方のみっていう風になってしまいましてですね、まあちょっとせっかくね用意したし、私多分見せたと思うんですけど、まあ、5周年っていう風に書いてしまってたので、もうプレゼントのものに、なんでこうね、もう次週に回すわけにも、6周年に回すわけにもっていうことによって、上位5名の方、まあなんか福袋みたいな感じでちょっとボリューミーな感じになってプレゼントさせていただいたっていう形にはまあなるんですけども、一応1位から5位のもの多分ねどれもらってもね多分ありがたい嬉しいじゃないかなと思って、結構ご用意ご用意させていただきましたし、そうですね、ちょっとねいろいろあってね5位までの方にしかお渡しできないっていうのはちょっと申し訳ないなと、まあ思ったんですが、まあちょっとどうすることも私には申し訳ないです、できない方ので、まあぜひ5位に入ってプレゼントを受け取る予定の方はですね、まあ、ぜひとも大切にしていただけたら、心を込めてご準備させていただきましたので書かせていただきましたので、いろいろと、ぜひ大切に保管していただけたら嬉しいなって、まあもうあれをもらったからには絶対推し編は許さないぞっていうことで、はい、これから私が卒業するまで一生押し続けてくださいねっていう圧力とともにお渡ししたいと思います。っていうのは冗談ですけども、はい、まあでもそれぐらいね大切にしていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。そう、頑張って準備ね、そういろいろと探しに、そう買い出しに行ったりとか、1位と2位の方はね色紙とかも書かせていただいたので、多分配信時に見せたんですけど、はい、なかなかね色紙ってさ、こう番組当選とかでさ、こうみんなのサイン入りとかあるけど、私だけで、しかもあんだけデコレーションしたものって今までなんかそういえば出したことってないなと思っ
思って、ああいうのをねちょっと選ばせていただいて、あとはこの前企画とかでちょっとねこう使ったあの一緒にやったのペンライトとかにサインやってるやつとかもそうですし、時計とかもねちょっと見せたりとかしたんですけど、そういうものとかもねプレゼントさせていただいて、まるでなんか夏休みの福袋みたいになってしまいましたけども、見ていただけたら嬉しいなと思います。とともにまあちょっとごめんしか渡せなかったことはねえ、ちょっとね本当にという待てんって感じですけど、まあ私もねそう私もいっぱいの人に渡す予定でねいろいろ準備してたら、まさかのちょっと前日の方に申し訳ございませんが5名でお願いしますって言われたんで、おおうーんってすいませんこんな感じで、まあ次2000、まあとりま今1800ちょっとなので、次はまあ2000日目指してシャル毎日アイドル頑張って配信していきたいなというふうに、思っておりますので、なのでちょっとね今回の配信もね客入れでできなかったんですけど、もうちょっとしたら客入れで配信できるらしできるくなりそうっていうことだったんで、まあ、今後もし私はこのタイミングで5周年ですけど、もうちょっと後にね何周年とか迎えるメンバーもしかしたら客入れで配信できるかもしれないんで、私がもし6年目まで続いてれば多分6周年をこれ以上状況が悪化してなかったら客入れで多分数年ぶりにできるんじゃないかなというふうにはまあ思うんですけど、あと1年後ですけどねあと1年後なんで、1年後の状況がどういう状況に変わっているのか知らないし、そもそも6年続いているのかもわからないですしね、もう私がもし何かがあってできない時もあるかもしれないしね、どうですかわかりませんけども、まあとりあえずまず2000日を目指して頑張ります。はい、じゃあまあその6年の時にねどれだけ今のこの5周年を祝いしてくださったファンの人がね残っているかですね。まあ私意外に覚えているので、皆さん意外に覚えてないだろうな僕のこととか思ってたりもするけどね、まあ割と覚えてたりするからみんな気をつけた方がいいよ私ねほんとね変にね記憶力いいんだわ私ね、ほんとファンの人にね記憶力いいよねって言われるの、なんかその前のお話し会とかで話した内容とかね覚えてたりするの意外に、がさ言ったらさ、あえそうじゃんそうだったわってさ、ファンの人が逆にさ、あそうそうそんなことも話したねとかって、ね、逆にね言われることたまにあるんですよ。そう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 、まあでも知らないよ、お話し会に来てくれないとわからないけどねお話し会に来てくれないとそれは忘れていくかもしれないから、みんなお話し会待ってるよ。お話し会待ってます。次いつだっけね、わかんないけど、まあ再販一部も完売してないんで待ってます。そうさあ次の来年まで私のファンの人がどれだけ残っているか、あっ忘れないからな、私は意外に覚えているんだぞ。
この間のそれこそ波動の時とかさ、推演した私の元ファンの人見つけたもん。そう、この間のチーム4が優勝した時、そう、昔よく来てくれてて、お話し会あんまり来なくなったなってなって、来てもほんとたまに2枚とか1枚とかなって、あれとかだった。明日波動がね、全然違うチームの席に座っててね、そう、あ、教えしたんだって思ったね。でもそういう人結構いるよ。だってもう私9年目ですもの、アイドル。今までそれこそ9年前のファンの人なんてもうこれっぽっちしかいないですから。そんなじゃ、そんな、それこそ言ったらもうね、劇場とかでもお見送りしててさ、こうやってさ、前までさとかがさ、こうやってさ、フェアみたいな感じしてくれてたのにさ、急にさ、なんか違う子のうちわ持ってさ、お見送りの時とかももう無視無視して通り過ぎてくるファンの人とかもね、いたからね、推し演して。まあ気まずいのかどうなんか知らんけど、古虫買わされたこともありますからね。なんかさ、ファンの人ってさ、割とさ、一貫して推し演するとさ、気まずいのか知らないけどさ、一切目合わせないしさ、ほんとそっけないよね、無視なんだもん。だってその人も波動の見送りの時こうやってバイ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 とかって言ったら、 うちの前来るじゃん、スッってして、その何人か隣の子にバイバイってやってたそう、それはね、ちょっとね、ゆりなちゃん的にもよく傷つく多分ファンの人からは推し変したっていう気まずさが勝ってるから、多分プンってするんだろうけど、見向きもしない。だけど、まあ、こっちからするとさ、今までさ、すごく笑顔でさ、手振ってくれてさ、応援してくれてた人が急に古虫されてさ、ええみたいな。でそこで、あ、そこでグッズとか、まあ、うちわとかね、あ、支援したんだっていうのは、まあそもそも、そんなんならあんまり会いに来なくなるから、あ、あの人どっかを支援したんだろうなっていうのは分かるんだけど、そう、まあ、分かるんだろうけどね、まあ、ちょっとね、ちょっと傷つくよねそう、なんかね、今までね、すごいね、その逆だからさ、ちょっとね、まあ皆さんぜひね、推し変、推し変だけは、まあ推し変したとしてもよ、まあ笑顔で手を振ってくれ、私にぜひ笑顔で手を振ってくださいまあ推し変しないでいただけるのが一番ありがたい、ありがたいですけども、まあぜひ劇場のお見送りとかでもね、やっぱり手を振って、あの、全然私のファンじゃない人でも私に手を振ってくださる方とか、やっぱりすごく嬉しいんですよ。そう、公演終わりとかにこうやってバイ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 みたいな言ってんの。でもまあファンの人にもいろいろいらっしゃいますから。自分のファン、自分の言い直しじゃなくても、やっぱりこうやってバイバーイみたいな感じでこうやって手を振ってくれる人はすごく、あの、こっち側としてもとっても嬉しいです。やっぱりそう、すごくね、嬉しい。やっぱり公演終わった後のやっぱ疲れもね、吹っ飛びますね。うん、そう、すごく嬉しいですし、なんか、なんだろうね、その、あ、まるまるちゃんのファンの人は割と手振ってくれるんだなって思ったりとかもするので、ここのいるファンの皆さんもみんなにね、手を振ってあげると多分メンバーも嬉しいと思う。まあ、ただね、タイミングが合わないことは確かにあるのよ。こう、私たちが見てるこのと、ファンの人が多分見てる視線がね、ずれてる時はね、確かにあるの。手振って全然目合わないなって時とかめっちゃあるくて、多分それはファンの人と私のこう見てるタイミングがね、多分違うから。そう、あれ流れ作業だからさ、どうしてもこっからこう見てる
こう見てこう手振ってるけど、人としてはやっぱこうこう見てる時もあるから、そうなんか全然手全然目合わないなって思うことは確かによくあるの。そう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 、それは決して無視してるとかじゃなくて、多分タイミングが合ってないだけだから、そう、それに対してこうね、ファンの皆さんもこうアイドルをね、なんかうわ、なるなちゃんはどうたらこうたらってあんまり言わないであげてほしいなっていうのはすごく、はい、思いますね。そうそうそう、まあぜひともね、楽しいウィンウィンな環境で皆さん生きていきましょう。まあ、ただね、明るさまにね、無視だけはやめてくださいね。そう、目が合ってないうんぬんとかはいいんですよ、別に。ただこう、こう、こうじゃん。だけど、こうやっていく人もいるからさ、横向かれるとやっぱりね、バイバイって言ってるんだけど、横向かれるとちょっと、ってなっちゃうこともね、ありますので、ちょっと横だけは向かないでいただけたら嬉しいかなとはやっぱ思います。まあでもそのファンの人にも、まあもしかしたらいろいろそういうのがあるのかもしれない、自分の推ししか見ないみたいなっていう、まあいろいろ考えはあると思うんですけど、まあちょっとよろしければ手だけは振っていただけたら嬉しいなというふうに思います。まあもうファンの皆さんも逆にメンバーがファンみたいな感じで思えばいいんじゃない？だからファンの皆さんが私たちの立場で、私たちがファンの人の立場って自分が思えばいいんじゃない？だからファンの人がアイドルで、じゃあ A さんっていうファンの人が、じゃあ A さんがアイドルとしてこの立ってるアイドルを、あ、 A さんがアイドルとしてファン、その逆の人がファンって思えば絶対みんなに手を振るだろうし、横向きで歩くっていうことは絶対しないと思うから、そうやれば絶対多分ウィンウィンだと思うどうなんだろう、分かんないけど、そう、たとえ私たちも本当ファンの人と視線合わない人マジで多いんですよ、本当。やっぱああいう流れ作業ってタイミング合わないと本当に目合わないんですよ、結構。あと距離が離れてるっていうのもあって、そうそうそう、手をこうやってみんなに振ってるんだけど合わないっていうこともあるけど、逆の立場って考えたとして、なら合わなかったとしてもタイミング合わなかったのかなみたいな感じでこう思えると思うから、ファンの人自身も多分もしかしたらあんまりそんなに落ち込まないだろうし、まあ、きっとこうしてくれると嬉しいんだろうなっていうのも多分アイドルの気持ちも多分きっと分かるっちゃ分かるかもしれないから、割とそうやって思うのもいいことかもしれないそう、うん、です。なんでぜひ横向くことだけはまあ多分ね、この私の配信を見てくださってるファンの人はすごくいい人たちばっかりだと思っていますので、そういうことはないとは思いますけども、よろしくお願いいたしますって感じでよろしくお願いいたします。はい、じゃあそんな感じで、よし、じゃあそろそろ終了しようかな。肝心のゆりなちゃん忘れないようにしよう。ああ、もうゆりなちゃんすっ飛ばしたらもうそれはピエンですね。ネアピエンですよ。じゃあランキング読みますね。13位近いし、間違えました。13位秋彦さん、12位近いしさん、11位岡山さん、10位マニアンさん、9位ツッチーさん、忘れてほしいこともありますだって。うわ、私そういうことはよく覚えてるよ人間だもの。8位ジェリーさん、
七井ヤングさん5周年プラス2日おめでとうだってありがとう。6位沢正さん、5位ナッティさん、4位唐津さん、3位ワッフルさん、ゆりなちゃんの歌声好きだって、ありがとう嬉しい。そして2位しんどさん、そして今日の第1位はメトロポリスさんです。イエーイ、ありがとうございます。あー間違えた、なんか違うし。はい、というわけでですね、昨日のご周年配信もありがとうございました。というわけで今日はちょっとまあ前日だったということでね、お礼配信を込めて、あのいろいろなランキングなり読ませて、あのいただきました。はい、告知としてはそうですね、御礼お話し会なので、あの多分再販一部も完売してないので再販あると思うんで、お待ちしておりやすって感じで、めっちゃ前から言う。あとは、25日まで、今が20日なんで、あと5日、あ、ちょっと待って、タワー、あ、ヨッピーさん、昨日投げそびれてた、投げそびれてたから愛を込めて、だって、ありがとう、じゃあヨッピーさんが1位かな、ちゃうかな、わからんけど、ありがとうございます、ヨッピーさん、ありがとうございます。はい、というわけでですね、そう、あと5日、25日までなんですよ、終了が。 VR のですね、 VR 映像コンテストに私エントリーさせていただいてまして、中間ランキングが5位ということでですね、あともうちょっとしかなくて、多分他のメンバーのファンの人もね、多分めちゃくちゃ再生してると思うんですけども、あのぜひ私のファンの方もぜひ何卒よろしくお願いします。なんかでも、あのスタさんに聞いたところ、その VR の順位がそのまま立ち位置の序列に関係してくるっぽいです。だから1位の人が1番手、2位の人が2番手っぽいんですけど、まあでもやっぱセンターで踊らにゃーなっていう、武道館でやっぱりセンターで踊れることなんて、もう多分私生きてるうちでもうその日、その10月7日が多分最後だと思うんですよ。なんで皆さん本当お忙しいと思うんですよ、学校とか、あの仕事とかいろいろ忙しいと思うんですけども、もう1日100回ぐらい再生嘘ですけどね、あのしていただけたらすごく嬉しいなっていうふうに思います。なんかツイッターでちょっと書いたんですけど、あの ISO 更新すると、そのなんか VR のなんかあの映像が見えないらしくて、でもなんか音は聞こえるんですよ。そうだから、なんかアップデートしちゃった人っていうのかな、携帯のアップデート、そう ISO16、 そうに、そのアップデートしちゃった人って映像が多分見れないと思うんですよ。でも音は多分聞こえると思うんですよ。だから、まあ、もししようと思ってる人は多分しない方がいいと思います、映像が見えなくなっちゃうから。でももししちゃったと したとしても映像が見えないだけで音が聞こえてるので、一応ちゃんとそれ最初から最後まで再生すると一応1カウントにはなるらしいので、もし更新はしない方がいいけど、もししちゃった人、 iOS か、もうどっちでもいいねそんなんは、しちゃった人はあの映像は見えないけど一応カウントには入るらしいので、ちょっと退屈だしつまんないかもしれないんですけど、まあ再生回数というわけで、あの動画を再生していただけたらすごく嬉しいなっていうふうに思いますので、あのアップデートはしないように、もししちゃった人は一応でも見ればワンカウント入るらしいので、はい、カウントには反映されるらしいので、そのまま引き続き見ていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、もうぜひ1位目指して頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、っていう感じで、あとですねツイッターにも書いたんですけど、あの23日にですね、あやみんと私2人で、あの本来だったら千葉テレさんなんで、あの七瀬とゲストって感じでよくやるんですけど、その日ねちょうどね七瀬がねお仕事、他のお仕事で行けな、あの撮影にできなかったということで、私のあやみんがテクテク散歩させていただいてますので、ぜひね、まあ、千葉県民の人はぜひ
見ていただけたら、今回すごくねテクテクっていうか、もはやもうめちゃくちゃ食べてお腹いっぱい、なんかやっぱ張り裂きそうだったんで、ぜひ本当にそうですね、はい、見ていただけたら。なんか1ヶ月かな、限定1ヶ月だったっけ、1週間だったっけ、限定でね YouTube でも確か見れるんですよ。そうなんで、まあ千葉県民じゃない人は YouTube でも、まあでもやっぱ視聴率的に多分千葉県民の人はきっと多分千葉テレでちゃんと見た方がいいと思う。まあもし見逃したなら、そんなね期間がね確かね、なんかね限定だったかな、1週間か1ヶ月か忘れたけどね、 YouTube にもアップするらしいんで、まあよかったら見てくださーいってなるけど、こちらそんなもんかな。はい、というわけで、まあ、とりあえずもう何よりもかによりも一番は、あと2人公演ですよ、27日2人公演ありますので、皆さんぜひぜひぜひ2人公演遊びに来てください。1年以上ぶりってことで、いった1年以上ぶりっていうことで、めちゃくちゃ久しぶりなんで、また配信で私振り起こし配信しようかなと思います。このショールームの時間を使って振り起こしをしないといけないので、2人公演のもうね、だって隠す必要ないじゃないですか、もう分かってるから、どこやるかっていうのも分かってるから、ちょっと振り起こし配信しようかなって思っております。ショールームでね、まあ、ぜひよかったら皆さん27日なんで遊びに来てください。ぎょうちゃんせりちゃん公演です。あとね10月の15、16日ですね、旭川イベント、なぎが人選してくださったので、旭川に行きたいと思いますので、まあ、まあ、さすがに旭川はね、ちょっと来てくださいとなかなか、やっぱ、割とね、やっぱ関東民が多いので、ちょっと居づらいんで、まあな、その辺はちょっとあれですけど、まあ、遊びに来てくださったら、遊びに来てくださったら、えなちゃんも嬉しいなと思いますし、まあ、もしね、行って、旅行して、ついでにイベント見てくださっても嬉しいなと思いますので、お行きますか、嬉しい、やっぱみんな旅行っすか、旅行もついでにっすか、それがいいと思います。なんでついでに見ていただけたら嬉しいなと思いますし、遠くに住んでる方がもうファンの人でもしいたら遊びに来ていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、ぜひ遊びに来てください。いや何年ぶりかの旭川なんで超楽しみにしてますもう一番キンキンだという、それがねイベント最後なので、まあ、その後にね追加であるかもしれないですけど、今んとこも決まってるのがそれしかないので、もうラスイベントってことでよろしくお願いしますというわけで、はい、今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームでお会いしましょう。というわけで、ゆりなちゃんはもう9時なので晩ご飯をね作ったので、私はこの後晩ご飯を食べたいと思います。今日もちゃんと自炊をしました、4品作りました、イエーイ、割とちゃんとやってる女ですそれじゃあまたね、バイバーイ。